ヤングギター読者の皆様、ガルネリウス周でございます。とうとう私ナムショー、アナハイムにあるナムショーに来てしまいました。後ろはですね、何かライブしているスペースがあったりとかですね、ここね、大きなホテルがあったりとか、もうね、ご覧の通りもうすげえ人ですね。とにかくすごいっす。なんか僕日本の楽器フェアしか行ったことがなかったんですけど、その軽く 3,4 倍は大きいような、そんな感じのもうすごい世界的なね、こう楽器フェアなんだなって改めて思いますね。早速中に入ってみたいと思います。入り口入ってすぐナムストアというのがあります。ナムのですね、グッズですね、いろいろあります。僕的にはこれ、ね、これバカめっちゃ可愛いし、ポップもあるよ、バッチもあるよ、ピックも売ってる。おやべえ、ジッポライト売ってる。Check out my column in the Guitar magazine every month. It's awesome. Gibson, Gibson, Gibson. までちゃんとこれギターなのかもしれないよ。もしかしたらギター塗ってるだけなのかもしれない。弦がちゃんとあるし、すごいなこれ。ね、ここクレーマーとかもあるね。エピフォン。ね、すごいっすね。でけえ、ステージもでけえ、やべえし。レスポールだらけ。ね。なんかサンダーバード、ファイヤーバード、SG、ワンちゃん発見。そして来ちゃいました、フェンダー。またワンちゃんがいた。あら、フェンダーと言ってもちょっとらしからぬ感じの。すごい。お、大好きなバイクがあるよ。ハーレーダビッドソン、ね、これはなんだ、うん、ハーレーですね。いつか乗りたいバイクですね。もう乗ったらあかん、骨折れるから、ね、いろんなギターがあります。ジャガーですね。ジャガーとジャズマスター、超かっこいいっすよね、このギターね。ここにはね、エフェクターがありますね。の中になんとイングウェイのオーバードライブがある。すげえ。これはイングウェイモデルですね。見るところつまみ、レベルのつまみ、それから原因のつまみだけのシンプルな感じですね。これはちょっと試してみたいな。こうストラトキャスターと合わせるとすごく良さそうな感じの、ペダルですね。ジャクソン・シャベル、かっこいい。これはウォーレン・デ・バルティーニモデルですね。そしてジャクソンですね。メガデスのベースの人ね、とかギターの人、トリビアン、ヘイト・ブリード、そしてマシンヘッドも来た。メタリックだなおい。そして EVH アンプですね。 EVH がいっぱい並んでる。すげえ、ね、ちょっと面白いギター弾いてみたいですね。うん、そしてちっちゃい51503ですね。でこれがニュー、オニューですね。シェクターです。シェクターちょっと行ってみたいと思います。めっちゃシェクターっていいな。ウォッシュボーンね、ヌーノのファンだと僕としては結構ちょっとチェックしておきたいところですね。あった N4、 かっこいいね。相変わらずかっこいいよ。なんとジョーダン・ルーデスさん発見、ドリームシアターのキーボーディスト。なんと、グレッグ・ハウザーも発見。普通にいます。僕のこと全然知らないと思うんでスルーします。ただならぬオーラですね。なんかデモ演奏やってますよ。
ロックドローンの新しいプリアンプですねを今から、この人が弾いてくれるらしいです。今赤いやつですね。わお。そしてブラックフェイスですね。いいね。ケンパープロファイラーアンプ今超話題ですよね。はい、こういう形のやつと、こういう形のやつがあるんですけど、基本は機能は変わらずな感じみたいです。好きな形選んでよみたいな、ね、感じですね。でこれ新しく発表になったこのフットスイッチ、ね、見つかりました。ね、今ちょっと注目しているアンプツイーカーっていう、ね、メーカーがあって、まだまだこれから、ね、どんどんこう頑張っていかれるであろう会社なんですけど、タイトメタルとか、ね、そういうペダルがあったんですけど、それをちょっとチェックしに行きました。ファットメタルってやつ弾いてみたいと思います。これが原因だね。これタイトってやつがちょっとよくわかんないけど、これ原因がこんな感じで、原因とともですね。でこれが、ね、僕がディストーションを選ぶ時の、最も大事な部分ですね。トーンを絞った時に音がすごくこもってくれるかどうかってところ、めちゃくちゃこもってるよね。でそれを上げていくとしっかりジャリッとしたところも出てくるっていう、これがすごく大事だと思います。まずですね、ベースの、新しいベースドライバー、BB1X ってやつですね、ボスのワザクラフト。これはもうね、日本でも紹介されてますね。スーパーオーバードライブのワザクラフト、ウルスドライバーディレイね、これすごいっすよ。ボスの DS8 っていうスイッチャーですね。なんとボスがスイッチャーを作っちゃった。これ何歩ほどこれインとアウトが合うんだろう。スティーブ・バイの、ペダルボードを、まあ、再現しているものだと思うんですが、こんなね、いろいろあります。これ彼の、ね、ディストーションですね。でここにも DS8 がありますね。でこんなところにもスティーブ・バイのギターがあります。マーシャルに到着。マーシャルに到着。すげー壁です。すごい壁でございます。壁。マーシャルといえば壁。そして、やってきましたオレンジ。僕は日本でですね、オレンジのモニターをさせてもらってるんですけど、あんまり多分こっちのスタッフは僕のこと知らないと思うんで、お客さんのふりして行きたいと思います。もらっちゃったこれ新しい製品がありますね。これが、なんだ、ベースだ。ベースの新しいアンプですね。なんか音が聞こえてきました。ニック・ジョンソンさん、ヤングギターで、ね、連載もしている、はい、彼が弾いてるっぽいんで行ってみたいと思います。
そつなくうまい。何のコード押さえてるかわからんかったし、あとなんかどんなスイープやってんのかもわからんかったし、まあでも、まあ、基本なんか音楽的にすごくね、楽しんで弾いてるなと思いましたね。まあ、テクニックに走るわけでもなく、本当音楽を愛してる感がすごくあったので、もうすごくインスパイアされましたね。I tried to give a friend. I don't think I need my ear stuff. Yeah. You are so great. You too, man. How's the band? Garden is doing good. Good. Are you guys touring in the valley? Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Very nice. Very nice to meet you. Great. See you later. こちら地下になりますね。はい。Great。すげえ。音鳴ってるよちゃんと。俺こんなん初めて見たな。こちら。なんか珍しい奏法で弾いてます。なんか叩いてます。So I'm turning the keys right up and I'm driving away. Moku Sai Corner でなぜかちびっこがギターを弾いてます。とうとうやってきました。我が ESP ですね。でっかいっすよ。中に入ってみたいと思います。この入り口に飾ってあるこのギター、プライスをちょっと見てみると、これ何ドルなんですか、これ日本円にしていくらなんですかって、これ分かる人は分かると思うんですけど、とにかくすげえ値段がついてるこのギター。なんかこの写真を見てもらっても分かるんですけど、こうなんか作るね、なんか工程、ね、過程がね、こうやって写真に収められてるんですけど、もう非常にこうアーティスティックなね、素晴らしいギターですね。こうクラフトマン魂をすごい感じる感じです。ESP らしいっていうか、でこの太鼓がすごくかっこいいですね。十字架が埋まってたりとか、持ったらちょっと痛そうですけど、僕ちょっと弾いてみたいですね。ストラップのピンかけるところもなんかすごく痛そう。いっぱいピンかけるとこあるけど、いいのそれは。はい、かっこいいですね。そしてですね、入り口に飾ってあるこのギターたち、なんかもう本当クラフトマン魂をさらに感じるリミテッドシリーズですね。そして、ESP はですね、もう今年で40周年、はい、ヤングギターさんでですね、僕30周年の時にね、大村君とかとね、なんかいろいろお祝いをさせてもらいましたけど、もうあれから10年経つんだって思ったらすごいびっくりしてますけど、ね、これからも50周年に向けて ESP にね、僕は微力ながらね、貢献していきたいと思いますね。はい、さらに中に入っていきましょうか。すげえっすよ、このアート、もはやアート、もう弾くのがもったいないぐらいの感じですね。こちらがジェームズ・ヘッドフィールドね、ジョージ・リンチもあったり、ね、ガス・ジーもあったり、カンネマン、ね、そしてここがですね、E2 のコーナーになるんですけど、ね、いろんな E2、ね、去年のナムショーからこうデビューしたというような感じの、ブランドなんですけど、僕は今回そのナムショー2015年ですけど、新しい、さらにこう ESP でもあるこのさっきも紹介した、アローですね、 E2 のアローをデモンストレーションで弾くことになりましたので、ね、すごい弾きやすいです。音もやっぱ素晴らしいしね、ボディが多分ね、こうなんだから多分ソロデモかなんかで、ウィング材がちょっと回って、でここはエボニーシパイなんていうのはすごくメタリックでいい感じですよね。はい、まあ、なちなち弾くので見てください。今日はこの日ですね。アンスラックスの方、それからね、テスタメントの方、ジョージ・リンチさん、ね、それから僕、ね、まあ、そんな感じで、デモ演奏も充実してますね。はい、まもなく
ジョージ・リンチさんがですね、デメンスをするらしいので、見ていただいたら分かるように、すげえ人です。これの、右奥、向かって右奥からですね、デモ演奏が行われるので、早速見に行きたいと思います。ハーモニクスとそれからピッキング の, その音がジョージさんって感じですよね。あのまあ往年 の, その、ね、昔から の, そのピッキングの仕方は、ね、あまり変わってないと思うんですけど、もうそれを間近で見れてすごい感激しましたね。あのギターキッズ魂がもう再燃しました。最高でした。So you guys, when I met you, yes, Sati, yes, and Dasli. You look like a girl. Ah, maybe. Yeah. Red costume. Yeah, red dress. Yeah. She's tourist. Pretty thick. I was trying to pick up on you. Yeah. This is my shoe. You can tell it resonates. You can hear it resonate.ジョージさん弾くと何でもそのねジョージさんの音があるんですけど、まあやっぱり大事なんですよ、ええなんかなっていうのは普通に。Well, I mean, no, it's not really true all the time. There's guitars that I can play. I can't sound like anything. 数年前に僕あのキスオブデースをしてカバーでアルバムカバーアルバムを作った時にカバーさせてもらいました。 Oh, it's on your CD? Yes. Oh, like you hear the Kiss of Death?あのジョージさんみたいなあの音が出ないので、もうヒヤヒヤしてギター投げそうですよね。He got very frustrated. He got the big thing in your song.まもなくデモ演なんですけど、今ジョージさんとねあのいろいろお話もできてすごいあのパワーももらったんで、一生懸命、ベストのプレーをやりたいと思います。頑張ります。
作曲やらいろいろやっていきますんで、これからもよろしくお願いします。ガルデルス、シュウでした。